大臣入る。私は悪の秘密結社欧米財団の大臣だ。まあ私のことは親しみを込めて大臣と呼んでくれ。では早速今回も前回に引き続き私の元に届いた全国からのまあお悩み相談の手紙を読んでいこう。大臣、はじめまして。はじめまして。私は中小企業ならぬ、小企業の社長をやっています。現在コロナ不況でとても経営は苦しいです。ご収集様、そこでその段なのですが、私が雇っている9人の従業員のうち6人の子はとても仕事ができます。しかし残りの3人が全く仕事ができません。とにかく遅く、とにかく覚えてくれません。そしてそのできない子たちの代わりにできる子たちが仕事を補ってやってくれています。しかし給料は一緒なので、できる子たちの不満が募る一方で、この前社長室に来てめちゃくちゃ文句と愚痴を言われました。大臣、一体どうしたらよろしいでしょうか。それではお答えしよう。まあ、今の説明で分かってない人たちがいるかもしれないから、まあ、ケアラのためにね、まあ図にした、まあ、こんな感じだな。まあ、計10人の従業員がいる。まあ、社長含めて。で、社長が雇っているのはまあ9人なんだけど、9人中6人がとても仕事ができる。で、3人が全く仕事ができないと。で、できない子たちは、まあ、能力的にまあ 0.5 人分、良くて 0.5 人分以下、使えない。で、使える子たちが、使えない子の分までやってるから、実際、1人が1分やればいいのに、このできない子たちの分までやってるから、1.25 分やってるわけだ。この 0.5 人分以下の子たちと比べて 1.25 分やってるってことは、仕事量がこの子たちの 2.5 倍なんだよ。でも 2.5 倍やってるからって、この子たちの給料を 2.5 倍にもできないし、この子たちの給料を半分以下にもできない。で、この子たちの不満が爆発して、まあもう毎日のように社長に詰め寄ってくると、どういうことだ、ふざけんなって、割に合わねえよと。どうしたらいいですかってことなんだけど、まあこれはね、社会問題になるよ、これ。絶対いつか。あのね、結局ね、なんで今その従業員が過剰に守られてるか。もう、あれだよ、仕事が遅いぐらいじゃね、クビにできないんだから、今。昔はな、もう俺が要は高校卒業した頃は、もう使えるやつはバンバンクビにできたんだけど、今できないんだよね。もう逆に訴えられちゃうんだよ。ほんと仕事ができない遅いぐらいじゃ、クビにできないんだよ、ほんとに。だからね、昔はブラック企業が問題になって、社会問題になったけど、今ね、多分ね、そのうちになると思うんだけど、従業員が過剰に守られててさ、なんかあるとすぐにも訴える裁判だじゃん。だからそのね、昔はブラック企業が問題になってたかもしんないけど、今後ね、あのブラック従業員っていうのがね、問題になるよね。要は仕事しない、できない、覚えない、でも会社に座って給料だけもらってるっていう、あのブラック従業員っていうのがね、絶対社会問題になるからね。だから考えてみ、100人いるさね、だから一つの課に100人いましたと、人が。100人いる課の中の3人が使えなくったってさ、負担なんてビビたるもんじゃないに等しいじゃん。でもさ、従業員がさ、ね、雇ってる従業員が6人しかいなくて、3人使えなかったらさ、やばいぜ。回んないよ。まあこれはまあ、ね、9人だからいいけどさ、まだ。まあよくねえけど、例えばさ、4人しか雇ってなくて、4人中、1人か2人が使えなかったら、会社潰れるからね。だからもう、こういうのはね、どうしたらいいかっていうと、あの、なんだろうな、もう、取らないことが大事なんだよ、取らないことが。だから研修期間が終わって、まあ、なんか微妙だけど、とりあえずまあ、社員にしよっか、みたいな、じゃなくて、なんかおかしいな、こいつら。もしかしたらめちゃくちゃ使えるんじゃねえのって疑いがあったら、まあ、社員にしない。研修が終わっても、もしくは、研修期間を伸ばす。ちょっと君仕事いまいちだから、ちょっともうちょっと研修期間伸ばしてもいいかなっつって伸ばす。でも雇っちゃったらクビにできないんだから今。だから変なのを雇わないこと。特に中小企業のね、会社はね。あのマジ、あの本当に4人とかの会社でさ、あの2人使えなかったら会社潰れっからね。でこういう連中は何も考えてないから、
会社に来れば金になるみたいな感じでさ、自分たちが、まあ、白い目で見られようが、ね、叩かれようが知ったことないよ。要は、金がもらえればいいんだもん。うん、会社にいれば金になるっていう考えだから、会社の経営とか、自分らが使えないことによって周りが困るとか、何にも考えてないから、それは何言っても響かないし、何言っても伝わんないし、仕事も覚えないし、仕事も遅くやるしさ。うん。だから取らないことが大事だよ。こういう、ブラック従業員をね、今後ね、なんとかしなきゃっていうね、問題になっていって、多分また法律が変わって、今みたいに過剰に従業員を守る法律から、またちょっとね、従業員と経営者がトントンになるような、感じになっていくんじゃないかなと思います。絶対このブラック従業員がね、今後社会問題になるとね、私は予言します。はい、ということでね、まあ何の解決にもなんなかったけど、まあ、最初からね、雇わないっていうことは大事ですね。うん、はい、ということでね、大臣、帰る。